ポケモントレーナー目と目があったら勝負だ。合ってなかったよね、今。私通り過ぎようとしてたよね。翌日。いい夕日。今日も段ボールを。ん？てかもう夕方？あら、チャイム？アイナ、ちょっと出て。なになになに？てかここどこ？テラス？ほいほい、誰？博士？おう。またしても勝手に。やあ、アイナ、お祭りの時間だぜ。と、その前に、ポケモントレーナーになった君に教えることがあるんだ。ほら、一番道路に行こうぜ。オッケーオッケー、お、なんかニアス走ってきた。行ってらっしゃいな。だってポケモンと一緒なら絶対楽しいじゃない。ママはニアスと段ボール片付けるわ。ぬにゃー？頑張ってニアス。じゃあ行ってきます。夜にあるお祭りってことかな。アイナ、早く行こうぜ。ほら、ポケモンの技なら高速移動だ。全然歩きよりやないか。私の方が高速移動やぞ。どこ？こっち？あ、あれか。ん？あれ博士やろ？こっちだぜ。なになに？ポケモン出てきそうやけど。野生のポケモンは草むらから飛び出す。君はポケモントレーナーだから、アシマリというパートナーと一緒に戦える。それだけでなく、野生のポケモンを捕まえることだってできるんだぜ。今から捕まえ方を教えるよ。しっかり見てるんだぜ。なんでこの時間なの？お、なんか出てきた。あ、野生のツツケラが現れた。ククイはイワンコを送り出した。おー。自動じゃないんかい。博士が勝手に戦ってくれよ。結局、指示を出すのは私なのね。お、なんか一発で。あ、まあ、イワンコレベル7。モンスターボールを投げる前にポケモンを弱らせるといいぜ。そしてバック。からの、モンスターボール。使う。50個も持ってる博士ずるーい。ま、これは捕まえれるんやろ。見本やし。ほら来た。やったー、ツツキャラを捕まえたぞ。もうそれをくださればよろしいけど。まあ、自分で捕まえろってね。よし。野生のポケモンが人を襲うこともあるが、捕まえれば心強い味方になってくれるぜ。味方のポケモンが戦ってくたびれたら家に戻るといい。お母さんの話しかければゆっくり休ませてくれるだろう。あ、そこがポケモンセンター代わりってことね。それか傷薬を使うんだ。ほら、モンスターボールと傷薬をあげるよ。何個何個？アユナはモンスターボールを10個手に入れた。おお。アユナはモンスターボールを道具ポケットにしまった。アユナは傷薬を5個手に入れた。あのバッグどんだけ入るんやろ。小さそうに見えるけど。アユナは傷薬を回復ポケットにしまった。では、リリータウンまでの冒険スタートだぜ。アユナのこと、よろしくな、アシマリ。しかもさ、こんなちっこいバッグやのに、道具ポケット、回復ポケットとかなんかいろいろ分かれとるし。万能やな。お、来たよ来たよ、つつけら。いっけー、アシマリー。アシマリもレベル6か。よし。じゃあちょっとはたいてはたいて。私もつつけら捕まえる。あと1回攻撃したら捕まえれそうな感じかな。うわ、攻撃が下がった。あ、でも、まあ、下がったぐらいでちょうどいいかな。はたく。よし、ちょうどいいところで止めてね。よし、オッケー。いい感じよ。ほい、それじゃあ、バックから、傷薬じゃねえ。モンスターボール。アユナはモンスターボールを使った。いっけー。さあ、来い、捕まれ。来い。おっしゃー。やったー。スケラを捕まえたぞ。初めてや。初めてのポケモンゲット。イエーイ。あ、もうちょっとでレベル上がりそう。ツツケラのデータが新しくポケモン図鑑に記録される。おー、おー、すげえ。登録完了。こういう感じなんや。ツツ
キャラ、傷つきポケモン。木の実が餌、食らった後の種を落として口から発射し攻撃に利用。へぇ。ニックネームはない。スキャラを手持ちに加えました。でも手持ちに加われてもさ、加われても加わられても体力ないよね。あ、この道具、昨日から気になってた。届かねえ。お、野生のヤングウスが飛び出してきた。いいねいいね。よし、次はこの子ね。レベル2低っ。レベル2やって低くね。そっか、そんなレベルもあるのか。レベル5ぐらいからしかないかなって思うよってけど。おお。え、もうこれなんかちょっとやばくない？戦う。いやーでもこれ多分畑とか水鉄砲どっちでもねえダメそうな感じがするけん、ちょっとモンスターボールでやってみよっか。いけい、モンスターボール。でもまだちょっとね、結構体力は有り余ってる感はあるんよね。お願い捕まってくれ。あ、よかったよかった、やった、ヤングースを捕まえてと。イエーイ。続々とこのポケモン図鑑が埋まっていくの嬉しいよね。ほい、来た。ヤングース登録完了。ヤングース、うろつきポケモン、うろつきポケモン。餌を探しうろつき続ける。日が暮れる頃には疲れ果て倒れ込むようにその場で眠る。え、じゃあそろそろ倒れ込むようにその場で眠る時間じゃない？ね。よし、来た。あゆな、傷薬を見つけた。おお、傷薬、いいねいいね。モンスターボールでもよかったけど。お、なになになに。うわ、トレーナーが待ち構えとるよ。もう超待ち構えとるよ。おお、見つかった。ポケモントレーナー、目と目があったら勝負だ。合ってなかったよね、今。私通り過ぎようとしてたよね。なんかイチャモンつけられたよ。短パン小僧のケンタが勝負を仕掛けてきた。なになに、どのポケモン。短パン小僧のケンタはコラッタを送り出した。おお、あ、立ってる立ってる。で、立ってるよ、あのコラッタ。てかでかくね。かわいいけども。うわ、すげえ。アローラ地方ではコラッタも違うのか。かわいい。いいないいな。足回り水鉄砲。あ、レベル3なんや、あの子。ち、一発ではないか。あ、やべえ。急所に当たった。待って、次の、畑で。これで決めれるはず。いけい。うしゃー。相手のコラッタは倒れた。ね、可愛くない、あのコラッタ。なんか思ってたのと全然違ったんだけど。足回りはレベル7に上がった。イエーイ、ありがとう、短パン小僧よ。負けたなのにワクワクした。アイナは賞金として60円。こんなちっちゃい子からもお金を巻き上げるのね。ポケモン戦わせて育てる。だからどんどん目を合わせるぞ。いいね、意欲的やね。てかポケモン入れ替えとった方がいいよね。じゃあとりあえず一番レベルの低い、ん、どうやって入れ替えるんこれ。あ、Y ボタン。じゃあ、ツツケラをここに。一番レベルが低いのを先頭に持ってきて、で、戦闘が始まったらすぐに、レベルの高いやつに差し替えて、とりあえずレベルを上げていきたいよね。ね、これ回復しに戻った方が良くない？一旦。え、てか、ここどこ？私、行く場所合ってる？ああ、早速ポケモンが。また続けらや。よし。あれ、これ、草むらを避けて帰れるパターンはないんすか？普通こういうとこあることない？そういうパターン。お、レディバーや。懐かしい。懐かしすぎる。レベル何？何レベル？レベル2。弱。ちょっと待ってね。つつくとかある？あるね。ってことはちょっとバッグ、傷薬、傷薬をつつけらん使って、ちょっと、つつこう。つつこう、つつけら。よし。レディバかわいい。よし。いくよ。
大丈夫かな、いいところで止めてね。いけい。効果は抜群だ。しかも急所に当たった。なんてことだよ。ああ眠るように。ちょっと続けら、ちゃんと急所に当ててる場合じゃないよ。よし、レベル4には上がったけども。レディバ欲しかった、レディバ欲しかったよ。どんどんポケモン出るな。お、来た来た来た。よし、次は急所はダメよ。あ、でもレベルの差、ちょっと待って、レベル4に上がったけんな。いや、いい感じかな。つつく。抑えてね、抑えめよ。急所は狙っちゃダメよ。よっしゃ、いい感じ、そうそう、その感じ。その感じ覚えといて、つつけら。よし、それじゃあ、モンスターボールを。てかさ、お祭りにたどり着けんのやけど。なんかトレーナーもいっぱいおるしさ。さあ来い、レディバー。この段階でレディバーが捕まえれるとか嬉しすぎるんやけど。やったー、レディバーを捕まえたぞ、イエーイ。あ、そうや、もう一匹のポケモンってさ、レベルなんぼやっけ、入れ替えんで大丈夫？来たよ、レディバー。登録完了。レディバー、五つ星ポケモン。匂いのする体液で仲間とコミュニケーションする。怒った時の匂いは酸っぱいぞ。酸っぱいんや。ニックネームはいりません。なんかレディは色薄くない？これが普通？今まで通りなんかな。あれよね、金銀クリスタルの時に初めて出てきたよね。あー、ただいま。全然お祭り行けないわ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。